ジャニーズ、滝沢くん、辞めますっていう話。はい、キンプリの3人が辞めると、はい。なんかニュースになってましたね。なってた、はいはい。ジャニーズ帝国崩壊みたいな話じゃないのって話で、どうなのかなと思って、吉本興業と揉めて辞めた。いや、ちょっと辞めて、本当に。ここ切り取られたら。切り取られるか、ほんとやめて。要は、日本の芸能事務所の構造として、はいはい、マネージャーさんが作ってるんですよ。日本の付き人とかマネージャーさんがもともと日本の芸能事務所で作ってるじゃない、はいはい、バーニングの須郷さんだってそうだし、もう須郷さんの運転手だった人が独立して、あれ作ったらやるみたいな感じじゃない、はいはい、ジャニーさんだって自分がエンターテイナーなわけじゃないじゃない、もともと。みんなそうじゃん。そう考えると、はい、出役の人が作ってる事務所がほとんどないじゃん。まあ、最近はね、ちょっとずつ出てきたけど、はい、アーティストとか出役の人に対する締め付けが結構すごいなと思う。あ、間違いないですね、はいはい。だってファンは別に社長についてるわけじゃないじゃん。それは出役の人についてるわけであって、うん、出役の人に造反されるとやばいわけじゃん、はい、はいはいはい、だからそこをもうギリッギリに締め付けて、はい、絶対出られないようにするみたいなことをやってたわけですよ、はい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 、それがテレビの時代の終焉から変わってきたのかなっていう、はいはい、要はテレビ局っていうのは結局キー局5局とかしかないわけだから、はい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 、NHK とかしかないわけだから、うんうん、もう人間関係じゃん。はいはい、完全に、はいはい。ズブズブの人間関係で、はいはい、そこを抑えてさえすれば、はい、テレビ、芸能マスコミさえ抑えとけば、うんうんうん、もう辞めたやつはコテンパンにけなされるわけじゃない。間違いない。あいつはなんか、辞めても仕事がなくて、テレビに出たくて戻りたがってるけど、はい、もう無理みたいな、はい。手越とかそんな言われてるじゃないか。はい、確かに言われてますね。なんかたまにそういう記事出るじゃん。はい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 。ああいうの全部御用記者みたいなやつら書いてあるわけじゃない。ああ、そうですね。それで今まで締め付けられてたのが、はい、あとやっぱジャニー北川さんみたいな重しがドーンだったからこそ、まあ出にくいというか、状態だったのが変わってきたじゃん。ネット配信とか YouTube とか、特に外資に対して日本のマスコミとか、全然無力。どうしようもないじゃん。そう考えると、圧力的なものがなくなってきたんで、っていうのもあるし、はい、今回の話で言うと、滝沢さんは嫌気がさして辞めたらしいんですけど、そうジャニーズジュニアとか頑張って育成してたんだけど、はいはい、取られた